チチーズ、ジョニー君だーす。いうわけでな、今日はな、わしが思うな、始祖の巨人の作り方いこうか。わし漫画読んどったんよ。最新号まで読んどって。そしたらな、始祖の巨人ってな、こんなイメージちゃういうのができたんよ。まあ、ちょいな、みんなもええって思うかもしれへんけどな、見立って。いこうか、巨人クリエイトやろう。レベル30全部してもうた、攻撃や30やろう。防御30やろう。耐久30やろう。技能30やろう。これ苦労してもうたんよ。巨人設定やろう。体格やね。わしが思うな、始祖の巨人はな、体格がな、タイプ19やわ。タイプ19やね。これあれやわ。ライナのな、鎧の巨人のな、足やってん。鎧の巨人の足の体なんよ。なあ、で顔やね。顔がな、タイプ73やってん。これな、兄のな、アギトの巨人のな、アギトちゃう、間違えてまた。味方の巨人のな、足の顔やってん。これがな、結構似とるんよね。髪型タイプ73変えられへん。髪型変えられへんわ。でな、頭身は八頭身にしとるわ。八頭身やね。八頭身でな、肌の色がな、左下やわ。一番左下のな、肌の色をしとる。で、髪の色は選択できへん。こんな感じやわ。これがな、わしがなんやろ。漫画で見たな。なんかな、始祖の巨人にな、似とるんかな、思うと思った。もう始祖の巨人やね。なんやろ。なんかな、顔、なんか、始祖の巨人って女の人っぽいやんか。そうやからこの顔でな。でも、エレンは男やん。わしも男やん。そうやからな、タイプ19のな、鎧の巨人っぽい体にしてもうた。足はね。じゃ、これ戦い行こうか。レッツゴー!6-3行くんはな、わしジョニゴンとな、新兵のアドルファ、新兵のセアド、新兵のヨランデ、この4人で行こうか。心臓を捧げてまう。よし、これでな、始祖の巨人の力見せたるわ。よし、行ったるで、エルミ伯主演、平均やね。よし、行ったるだ。絶滅させてやる。一匹残らず。行ったるで、わあ、おった。捕まらんかってん。ギャー言うとる。倒れた巨人なんて、あったんかな。出てこんな。あった、危ない。いきなり出てきよった。ユミルが作ったんかな。今巨人いきなりな。赤。三つもた。かわいった。よし。足もろた。足もろたわ。あー、首もろた。うなじもろたわ。あ、おる。低空いかなか。平原やんね。あー、足もろた。あ、熱出てきよった。あーし。もろた。始祖の巨人になってまで。よーし、一人地ならし発動やわ。これか、殴れなか。よーし、一人地ならし発動やわ。どうや、これが始祖の巨人の力やってん。どこやね、一人地ならし発動やわ。クリアね。ミッションコンプリート。これが始祖の巨人やんな、かっこええんちゃう？わしこれ似とる思ってまう。いうわけでな、どうやったんかな？こんな感じだって、わし今の始祖の巨人を戻った。いうわけで、あったかくして、メルリアで、チェース！